カエルニズブタ会議の長めり大です。今回はカエルニズブタ怪獣館バリューム8で紹介したいのは、前回に引き続き、家にフィギュアを買っていったらお母さんが悲鳴を上げそうな怪獣ランキングで確実にベスト3に入るであろう、巨大雲怪獣クモンガでございます。こいつは前回紹介したカマキラスと同じくゾルゲルドという南海の孤島に生息していた雲の化け物なんですが、なんと実はこいつ、その正体がはっきりしてない非常に不思議な怪獣なんですよね。もはや見たものの価値観、常識解釈にその存在の規定を委ねられた怪獣と言いましょうか、まさに無責任な井戸端会議に最も適した怪獣でもあるんですよ。というわけで、なんでそんな意味不明なことを僕が話しているのか、まずは順番に説明していきますね。クモンガは1967年公開の怪獣との決戦ゴジラの息子で初登場した怪獣でして、この作品の舞台であるゾルゲル島にはその昔太平洋戦争終了後日本には帰らず妻と二人でゾルゲル島に移り住み調査活動を行っていた考古学者松宮正しく暮らしていました。きっとゾルゲル島に暮らすオオカマキリが体長2メートルという通常では考えられないサイズをしていて、まるで数億年前に地球に生息しとった酸素濃度の影響で巨大だった昆虫たちのようであることから、絶海の孤島という閉鎖空間で長い間保存されてた種の調査研究を行ってたんでしょうね。そんな松宮博士は娘の最後の出産の時に妻を亡くし、その後親子2人で暮らしていたところ、今作のメイン要素気象コントロール実験をするために組織された実験隊がゾルゲル島へ上陸してくる7年前で亡くなってしまっていたらしいんですが、松宮博士は自身の生涯をかけて研究した内容を記録したノートを残していました。そしてその松宮ノートの中に記述されていたのがクモンガだったんですよね。松宮ノートによれば、自身がクモンガと名付けた超巨大なクモの怪物は普段クモンガの谷と呼ばれる岩山の斜面の種底でおとなしく眠っているみたいで、物音や衝撃に反応して覚醒し、起きた後は他の生物を見境なく襲いまくる恐ろしい存在なんですが、その口から吐く強力な糸は熱に弱いという特性があるとのことなんですよね。そしてこの絵の記述を見るに、どうやら松宮博士はクモンガを直接見たことがある上に、どこで休眠状態に入るかも突き止めていたり、吐き出す糸にも触れたことがあったみたいなんですけど、肝心なその巨大さが、つまりは具体的なサイズ感はノートに記されていなかったみたいなんですよ。まあ松宮ノートを読んどった気象コントロール実験の実験隊の隊長である久住博士が単純に見落としてただけの可能性はありますが、少なくとも今作の作中には松宮博士が観測した時のクモンガのサイズ感は全く描かれていないんですよ。なんでそんな細かいところに着目してるんだと思われたかもしれませんが、実はここめっちゃ重要な部分でして、今作にはこのクモンガと同じくゾルゲルトの固有種であるオオカマキリが出てきて、気象コントロール実験の失敗による影響を受けた結果巨大化しカマキラスという怪獣になるんですが、なんとクモンガはカマキラスとは違い元々のサイズ感が一切不明であるため、元々ゴジラ並みの巨体だったのか、はたまた放射能の影響で巨大化したのか、実は詳細がわからないんですよね。つまりクモの怪獣なのか怪物みたいなクモなのかはっきりしてないんですよ。僕はガキの頃に今作を見とって無意識的にカマキラスと同じように実験の影響で巨大化したと思ってましたが、ウィキペディアにあるクモンガの設定説明の項目には、同じくゾルゲル島に生息していたカマキラスと異なり元から怪獣と呼べるほどの大きさだったと書かれていたんですよ。しかしその文章には、資料によっては気象コントロール実験により異常成長したと記述しているが劇中では語られていないという注釈もついてるんですよね。あと僕の手元にあるゴジラ1954-1999挑戦集という資料にも、カマキラスの説明欄にはオオカマキリが異常高温と合成放射能物質で生態構造を変化させ巨大化したとめちゃくちゃ丁寧に書いてくれているのに対して、クモンガの説明欄には島のクモンガの谷地底に潜む巨大雲と書いてあるだけで、まるで最初から怪獣並みに巨体ですよって雰囲気なんですよ。つまりクモンガのルーツや体の大きさに関して正確なところはよくわかんないみたいなんで、見た人の好きなように解釈していい存在みたいなんですよね。というわけで、ここでそのクモンガの気になる身体スペックの方を見ていきましょう。体長は45メートルと怪獣化したカマキラスやゴジラよりも若干小さめのボディをしておりまして、体重も8000トンと節足動物仲間であるカマキラス同様他の怪獣と比較して軽いものとなっています。で、すでにこの数字を見た時点で、もともと巨体だった派と放射能の影響で巨大化した派では受ける印象が大きく変わりますよね。ちなみに僕は手元の資料とは違い、基本的には幼少期の頃の直感に従い放射能の影響で巨大化した派としてクモンガを見ています。理由は至ってシンプルで、元からこれほどの巨体だったとしたらさすがにちょっと大きすぎる気がしてしまうからです。世界で最大の動物であるシロナガスクジラは脊椎動物である上に水生であることから陸上生物より巨体になりやすいですが、それでも最大サイズで30メートル強と考えたら節足動物のくせにクモンガでかすぎじゃないですか。というか、何もそんな特撮怪獣を現実の生き物と比較するなんて無粋なことをしなくても、放射能の影響で巨大化というゲームのバグ技のようなぶっ飛んだ設定でやっとこそ50メートルクラスに到達したゴジラやカマキラスという他の怪獣たちの気持ちを考えたら、何と言いますか、普通に南国でのびのび暮らしとってこれくらいの大きさですけどって顔してクモンガが歩いてることを、クモンガ自身は何も悪くないのになぜか僕は受け入れがたい感覚に陥ってしまいます。こんな言葉が適当なのかは分かりませんが、ずるいと言いますか。それにおまけして、僕がクモンガはもともと数メートルくらいの大きさだったんじゃないのかと思うもう一つの理由は、ゴジラ親子との戦いの時に見せた死んだふり戦法にあるんですよ。これはクモンガの吐き出す力では誰も逃れられない糸でゴジラをがんじがらめにしようとした時、ミニラの吐く熱戦に邪魔された挙句、さらに強力なゴジラの熱戦を顔面に直撃させられた後、ま
るで熱収縮を起こしたように全ての手をお腹の下にしまい込んでそのまま動かなくなってしまうところのことなんですけど、その座をまさに死んだふりといった感じで熱線を食らって沈黙状態になったクモンガをゴジラは蹴っ飛ばし、改めて死んでしまったのかを確認しにクモンガのそばに寄ってきて凝視していた隙を狙ってクモンガはゴジラの右手に毒針を飛ばして一時的に失明させてしまうんですよね。いわゆる初見殺す必殺技なんですけど、基本的に戦闘相手は初見さんだらけで負けたら終わりの野生化において見破られたら大ピンチというリスクはありますが、めちゃくちゃ有効性の高い戦い方ですよね。そしてなぜこの死んだふり戦法が元々のクモンガが小さかったんじゃないのかという話に繋がるかと言いますと、ゾルゲルトの中で他に大きい生物は2メートル程度のオオカマキリしか確認されておらず、クモンガたった1匹だけが45メートルに到達する異次元レベルの超巨体を誇っていたのであれば、あまりにもぶっちぎりで頂点捕食者すぎるがゆえに弱者の作戦である死んだふり戦法なんかそもそも採用されないんじゃないかと思うんですよね。何よりクモンガは今作のラストで初見にしか効果のない死んだふり戦法をなぜかまたゴジラにそのまま仕掛けてしまったことで、当然ですが完全に見破られてしまい、遠距離からの親子カメハメハ的な熱戦攻撃で倒されてしまうんですけど、個人的にはこの場面から死んだふり戦法はクモンガが考えてやっている戦法というより条件反射でやってるだけど、いかにも虫の行動だと思ったんですよね。この辺の描写から僕はクモンガってもともと少なくとも同格の敵がいた存在なんじゃないかと思い、オオカマキリに食べられてしまう可能性もあったサイズ、つまり体長数メートルぐらいの化け物グモが放射能の影響で巨大化したんじゃないかと思っています。ただここまで話をしておいてなんですが、少し目線を変えるだけでクモンガもともと巨大説もなかなか魅力的に思えてしまうのがクモンガの罪なところなんですよね。これは完全なる僕の個人的な妄想なんですが、そもそも考古学者である松宮博士という人が太平洋戦争終結後に日本に帰らず、わざわざゾルゲルドという南海の孤島に居続けて研究調査しようと思ったきっかけとして、船の上からゾルゲルドを見かけた時、数十メートルくらいある信じられないくらい大きな雲を見たからとかだったら、なんかめっちゃ熱いドラマにもなってきませんか。つまり松宮博士はゾルゲルドでクモンガを発見したんじゃなく、クモンガを調査するためにゾルゲルドへ赴いたわけで、南国の孤島にひっそりで生き続ける人知の及ばぬ怪物を追い続け、その神秘の生命を人生をかけて調査研究をし続けた一人の男のドラマみたいな雰囲気と言いましょうか、ちょっと好きな人にはたまらない空気の作品になりそうですよね。で、松宮博士が見つけて追跡調査を行っていた後にゴジラと戦うことになるクモンガは、実は突然変異の個体でこの一匹だけ異常なサイズであることが分かり、谷底での長期の眠りを経るごとにまだまだ成長し続けているみたいだったが、追跡調査の志半ばで松宮博士は息を引き取ってしまう。その7年後、松宮博士の一人娘である冴子が目にしたクモンガはとうとうゴジラにも迫る大きさになっていた。こう考えたらクモンガもともと巨大説も自然に成立させられる気がしてきますし、科学の影響により巨大化怪獣化してしまったカマキラスやゴジラと戦っている場面も、神秘の生命が当該から持ち込まれた非自然的な存在と戦っている風にも見えてきて、クモンガという存在が非常に美しいものにも感じられてきませんか。もののけ姫なら完全にもののけ側ですよね。と、まあここまでだいぶ勝手な話をしてまいりましたが、これこそがクモンガという存在自体があやふやな怪獣の持つ最も魅力的な部分だと思います。皆さんはクモンガに対してもともと巨大だったのか、放射能の影響で巨大化したのか、どうお考えでしょうか。それともクモンガに関して正直そこまで考えたことはなかったでしょうか。ぶっちゃけ僕はありませんでしたが、ちょっと真剣に考えてみると意外と面白いので、よかったら皆様の考察をコメント欄に残していただけると嬉しいです。というわけで、そんな井戸端会議用最強怪獣クモンガの次なる登場作品は1968年公開の怪獣送信劇なんですが、今作に関しては正直元気そうに糸を吐いていた丸としか言いようがないため割愛させていただきます。ちなみにここまで僕の不思議な話の主軸だったもともと巨体だったのか、放射能の影響で巨大化したのかという目線で総勢11体もの怪獣が登場してくる今作を見てみるならば、怪獣たちの中でも放射能で怪獣化しちゃったやつらと元から怪獣っぽかったやつらって若干派閥というか仲間意識において違いが生じるものなのかが僕は気になってきますね。会社組織程度でも新卒か中途かですら微妙に話が合わない部分もあるくらいなので、もしかしたら人類の環境破壊の被害者というルーツを持っていないやつらはみんなまとめて一緒にいるときは大丈夫だけど、ゴジラと二人きりになってしまったときとかは若干気まずい雰囲気になってしまう可能性もあるんじゃないでしょうか。ゴジラがふと、あ、そういやお前さ、急に体がでっかくなる気どう思ったとか言い出したときに、あ、いやごめん、俺もともとやもんでさ、よう分からんのよねみたいな返しになるとか、なんか想像するだけで結構気まずい空気感ですよね。怪獣送信劇にそんな裏側があったのかなかったのかは誰にも分かりませんし、クモンガはその時にどっち側の派閥だったのかもう同じく誰にも分かりませんが、そんなルーツがあやふや怪獣クモンガの次に登場する作品は2004年公開のゴジラファイナルウォーズとなっております。なお、その後もゴジラシンギュラポイントという2021年のアニメにも登場しますが、ゴジラシンギュラポイントはそれまでの特撮シリーズものとあまりにも毛色が違う作品のため、今回は割愛させていただきます。で、ゴジラファイナルウォーズに再登場してきたクモンガはカマキラス
同様ビジュアルが一新、色のくすみ方があふれんばかりの野性味を表現しきっていた旧作に比べ非常に明るい毒々しいながらも美しい色合いになっております。体長は60メートルとサイズも少しだけ大きくなり、体重に関しては3万トンと急激に増えていかにも日本の怪獣らしい設定となっている上に、戦闘力も飛躍的に向上している様子も確認できるんですよね。その巨体で軽々とジャンプしゴジラの背後を取り続ける俊敏性もすごいんですが、やはり凶爆デスクロスネットという新技が非常に強力なんですよ。旧作のクモンガは口から糸を直線的に吐き出し敵の自由を奪うという武骨なスタイルでしたが、ファイナルウォーズクモンガは口から吐き出した糸を敵の頭上でクモの巣ならネット状にすることで警察が犯罪者に網を発射して身動き取れなくするみたいな状態でできるようになってるんですよね。確かにこれなら旧作クモンガ以上にあっという間に敵を行動不能にできる感じで非常に強力なんですが、結局ゴジラファイナルウォーズはどうしてもギャグ風味な戦い方の部分がある作品なので、最終的には新技もジャンプ力も一体何だったんだと聞きたくなるような雰囲気で、吐き出した糸をゴジラに逆に掴まれ空の彼方へ投げ飛ばされてしまいます。もはやゴジラというよりはアンパンマンやポケモンのロケット弾的と申しましょうか、生きてんのか死んでんのか一切不明のままクモンガのファイナルウォーズの登場は終わってしまいます。スタート地点からあやふやだったクモンガは最後の最後まであやふやなままで僕らの前から姿を消してしまいました。以上がクモンガの歴史となります。南海の孤島に救う絶対の頂点捕食者でありながら、実際は怪獣だったのか巨大すぎる神秘な生命だったのか、誰もその正確な正体がわからない存在クモンガ、見ようによって考えようによって人間を襲う場面やゴジラと戦うところですら雰囲気が変わってしまう不思議な存在、そんなクモンガのルーツに思いを馳せるときはきっとその人自身の価値観や倫理観が入り混じった想像になることから、井戸端会議を最強怪獣と呼べる存在なんじゃないでしょうか。きっと人の数だけクモンガは存在していることでしょう。僕は今回の怪獣図鑑作成をきっかけに生まれて初めてクモンガのことを真剣に考えてみましたが、皆さんの心の中にはどんなクモンガが救っていますかってところで、じゃあお疲れっす。